よし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 、いい感じに描けてきたのである。今回のイラストはなかなかいい感じに仕上がりそうなのである。いい感じにできたと思うんだが、何かこう今一つ足りないというか、もうちょっと仕上げにワンポイント欲しいというか、もう少し深みや奥行き感があればエモい感じがより際立つと思うんだがの、どうしたらいいのかのと、お悩みのポンポコリも多いのではないのかの。というわけで今回はレイヤーを一つ追加するだけで、より絵に深みや立体感、エモみを表現することができる方法をお教えしようと思うので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。描いているイラスト自体はこれまでの講座の中でやってきたことを基本的にはやっているだけという状態である。まあ別にこれが悪いというわけではないというのは先ほど言ったかもしれないが、ここから簡単により魅力的にしていく方法をお教えしていこうと思うのである。まずはすべて描いたイラストのデータをフォルダーの中に入れておいた。こうすることで一つのレイヤーに描いているように簡易的に管理することができるという状態になっておる。この状態でレイヤーを複製するとすると、このフォルダーごと複製してくれるので、複製されたフォルダーを選択中のレイヤーを結合を選択して1枚の絵の状態にしておこう。この状態で透明ピクセルのロックを行い、色がはみ出ないようにした。この状態でおおよそこんな感じで大丈夫なのであるが、かなり暗めの濃い青色を選択しよう。そして全体を塗りつぶそう。こんな感じになると思うのである。明るくしたい部分にやや暗めの赤色を使って色を塗っていこう。どういうことかというと、このイラストで言うと、まあ、キャラクターの前面に出ている部分、例えばこの顔の上部分であったり、胸元や手であったり、そしてこのスカートの広く明るくなっている部分など、前面に出てきている部分を明るくすることで立体感を追加しようというのが今回のテクニックの意図なのである。なのでやや暗めの赤色を使って、先ほど言った明るくしたい顔の前面部分、そして手元や胸元部分、どこを塗っているのかがよくわからないというものは、こうやってレイヤーの表示非表示を繰り返しながら明るくしたい部分にざっくりとでいいので色を置いていこう。まずはこのようになった。そしてより明るくしたい部分を明るめの黄色を選択して、赤い色をくり抜くように色を置いていこう。こんな感じであるな。できたら今色を塗っていたレイヤーの合成モードをオーバーレイに変更しよう。するとこんな感じでぐっと一気に絵全体に色の深みが追加されたのがわかるであろうか。ただこのオーバーレイのレイヤーの不透明度が 100% のままだとかなり色味が変化しすぎてしまうという印象にもなるので、このぐらいならいいかなという感じで、まあ 50% 前後ぐらいのレイヤーの合成モードにすると、この通りキャラクターにぐっと色の深みが増えて、頭の立体感や手前に出ている部分が柔らかく明るくなり、絵の深みが一層と増したのが分かったであろうか。これはどんなイラストであっても簡単に使うことができるので、全体の色味を整えたり立体感や深みを出したいというものはぜひ活用してみてほしいのであるぞ。またこのように使う色味を変えて同じようにオーバーレイを適用してみると、また違った印象にすることができるので、特に今回の色でなくてはダメというわけではなく、濃く暗い色、そしてやや暗く明るい色、そして明るい色の3種類を組み合わせると違った雰囲気の立体感や深みを出すことができると覚えておくと良いであろう。なので毎回決まった色ではなく、絵の全体の雰囲気や表現してみたい深みの色味に合わせて色を使い分けてみるというのも面白い効果などを発見できると思うのであるぞ。では次にもう一つ絵のクオリティをぐっと高めてくれる表現方法をお教えしようと思うのであるぞ。今回はキャラクターの髪の毛に簡単に立体感や奥行きを表現する方法をお教えしようと思うのであるぞ。まずは髪の毛の奥の部分、このイラストで言うとこの辺りをまずは選択しよう。普通に投げ縄選択などを使って選択をこのようにしていっても良いが、我は色の下塗りをしているレイヤーを選択して、そして選択範囲を少し拡張しておこう。絵などにもよるが、我は 0.2 ミリほど拡張しておく。
こうするだけで簡単に髪の毛の部分を選択することができた。ただそれ以外の部分もやや選択してしまっているので、後で修正することも考えておこう。そしてよりしっかりと選択をしておきたいので、髪の毛の外側の部分はしっかりと大きめに選択範囲を作って拡張しておこう。こんな感じで選択範囲を作ったら、キャラクターのまとまっているフォルダーの上に新規レイヤーを作成して、レイヤーの合成モードをスクリーンにしておこう。先ほど作ったオーバーレイのレイヤーは一旦非表示にしておくであるな。そしてスクリーンにしたレイヤーをクリッピングマスクを適用して、絵が描いている外には色がはみ出さないという状態にしておこう。この状態で大きめのエアブラシを選択して、くすんだ水色を選択して、髪の毛の毛先部分を柔らかく塗っていこう。こうすることで髪の毛に超短距離的空気遠近法、つまり空気の影響で物が遠くになればなるほど青く白んでいくという表現を簡単に適用することができるのである。そしてもう少し明るめな青色を選択して、より毛先の部分を明るくしよう。それができたら頭部の後頭部部分に明るめの黄色を入れておく。こうすることで髪の毛の周りに明るい優しい光が発生して、頭と髪の毛の間に空間があるような表現を簡単に作ることができる。そして描き終わったら選択範囲を解除する。これで簡単にキャラクターの髪の毛に奥行きと空気感を表現することができた。ただ耳や首元、襟周りに選択範囲が食い込みすぎている部分にまで塗りが適用されているので、消しゴムツールなどで細かく消して線画を整えていこう。横髪など空気遠近法をあまり適用したくない場所などは、こうやってエアブラシツールで削ってあげれば自然と消去することができるのであるぞ。これで完成である。先ほど作ったオーバーレイと組み合わせることで、より美しく奥行きのあるイラストになったのが分かったであろうか。次に紹介する方法は、簡単にドラマチックなイラストに見せるという方法である。絵を描いているフォルダーの上に新規レイヤーを作成し、合成モードを乗算にしておこう。この状態でくすんだ淡い水色を選択して、画面全体に塗りつぶしを適用しよう。適用し終わったらレイヤーをクリッピングし、絵の描いているフォルダーにだけ先ほど塗った色が適用されている状態にしよう。この状態で光が当たっている部分だけを削っていく。逆光というのは、一般的にはキャラクターの背後から光が当たり、顔などが大きく影で隠れている状態になる。なのでそれを意識しながら光の当たっている部分だけを削っていこう。このようにある程度光を削り終わったら、透明ピクセルのロックをレイヤーにセットして、やや濃いめの水色を選択して、グラデーションツールの描画色から透明色を選択し、キャラクターの下から上へグラデーションをかけよう。こんな感じで影にも濃い部分、薄い部分を作ると、より深みがある、そして光を強調する表現を簡単に作り出すことができるのであるぞ。これは普通に描いたイラストを簡単に加工する方法として非常に有用であるので、ぜひ試してみてほしいのであるぞ。こうして比べてみると、仕上げのレイヤーの
適用前、適用後で大きく印象が変わったのが分かったであろうか。ぜひイラストを描いていて、仕上げに納得がいかない、もう一段階踏み込んだ仕上げをしたいという考えがあるのであれば、ぜひ挑戦する価値のある方法だと思うので、挑んでみてほしいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴、誠にありがとうなのであった。よければ、チャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなど、よろしくお願いいたすのであるぞ。